おはようございます。2020年1月20日です。早いものでもう1月も20日です。早速19日の不動産ポータルサイト更新情報を見ていきます。最初に次郎丸、1982年9月竣工で、土地が112平米、建物104平米、広さ的には問題ない、申し分ないのではないでしょうか。あとは外壁も、屋根外壁4年前に塗装済み、全面道路6メーター、いいじゃないですかこれは。このねルックスが、まあ、古そうなんですけど、ただしねしっかり塗装もしてありますし、非常にいい物件ではないでしょうか。室内の写真がね見たいんですけど、室内の写真は、ないようです。ただ道路は市道っぽいけど、どうなんですかね。まあその辺詳細は要確認する必要があるかと思います。はい、その次君井寺中古戸建て、1973年築、土地165、建物100、こちらも広さ的には申し分ない。ただ間取りがなんか変な感じですね。間取り100あるのになんか3部屋しかない、なんか不思議な。リビングが広いのか、洋室と和室のバランスの問題なのか、ちょっとね間取り的には不思議ですけど、キッチンもなんか意外に狭い。まあお風呂はこれ物をどければガチャガチャしてなくて、おトイレは入れ替えてあるっぽいですね。ということで君井寺、物件です。はい、その次松島中古戸建て、1976年築、101平米、の74平米ということで、建物が、ちょっと狭いというのは、多分おそらく駐車スペース確保するために建物を狭くせざるを得なかったのではないでしょうか。全部同じ写、ほぼ同じ写真が載ってるんで何とも分かりませんということで、はい、次次郎丸、こちらは先ほどと同じですか。1980年築でしたっけ、ちょっと覚えてない。そうですね、同じですね。はい、さ次は松江北の中古戸建て、1996年築に、土地が105平米、の建物110、なんか1996年築が新しく見えてきますが、なんかまあ実際は、もう20年以上経っているということで、さほど新しくはないけど、比較的これはまあ綺麗な方ではないでしょうか。うん、で680万円なんでね。はい、次が北野のマンション、これは相変わらずですね。こちらも相変わらず8階、新中島マンションで、区分所有、占有面積 68.6、 4階建ての1階部分ということで、そこがネックになってくる方も多いのではないでしょうか。まあこういうところですからね、駐車場と面してたりするとね、ちょっと嫌がる方は多いのいらっしゃるかと思います。はい、こちらも同じなので飛ばします。次府中中古戸建て、1969年築、土地168、建物137、うん、非常にね、いいけど、はい、乗ってません。はい、国の瀬売り地で181平米ということで、本日は非常に、中古戸建てが多くて、しかも、ね、そんなに悪くない、すぐに住める、あとは、まあ、ちょっと手直ししたら、すぐに貸せるという物件もあったのではないでしょうか。あとは金額のところで折り合いがついたりすれば、ね、ゴーサイン出すって方も多いのではないでしょうか。ということで、他に物件詳細、ご希望の方、あるいは、来店して相談したい、売却したい不動産があるなど、ご来店予約は、表示されているお電話か、もしくは LINE で、ご予約いただきたいと思います。ということで本日は終わります。それでは良い一日をお過ごしください。失礼します。